菅総理大臣は、東京など一都三県を対象に発令を検討している緊急事態宣言について、飲食店の営業時間短縮など、限定的な内容にとどめる方針を示しました。緊急事態宣言ですけど、この約1年の中で学んできたどこが問題かということ、これはかなり明確になってますので、限定的に集中的に行うことが、 効果的だというふうに思っています菅総理はこのように述べて広く社会経済活動の自粛を求めた去年の緊急事態宣言とは違い今回は飲食店の営業時間短縮など一部の地域で効果を上げている内容にとどめる方針を示しました菅総理はこのほか新型コロナウイルスに対するワクチンについて 知見データを今月中にまとめるようアメリカの製薬会社に働きかけたことを明かした上で来月下旬までに国内での接種を開始する方針を示し自らも率先して接種すると初めて断言しました。